はい、ここはですね、妻沼自然公園ということで、この先ちょっと行くとね、妻沼というところがあるみたいですね。まあ、ちょっと歩くのはね、遠慮しときますけど、私足があんまり良くないんでね、遠慮しときますけど、今日はね、この近くにある、この北の桜森パークというところへ、やってきました。では行きたいと思います。はい、これですね、妻沼自然公園内北の桜森パークということで、これは吉永小百合さんが書かれた題字ですね。これ綺麗な花だな。こういうのも咲いてます。はい、ここですね。はい、ご来場記念ということで、ちょっと入ってみたいと思います。よいしょ。ここは撮影は OK ということでね、映画の中で1945年、鉄たちが樺太から網走に避難する相談をするシーンに使われた部屋のセットです。モニターではこの部屋の撮影シーンのメイキング映像を放映してますということで、まあ、そこにあるんですけどね、こういう、実際にこの部屋を使われて撮影されたみたいですね。こういうのはね、ありますね。実際にこの場面が、ここですね、吉永小百合が座っていたと。安倍氏とね、安倍さんと。いやー、いいですね。はい、こんなのがありますね。こうですね、こういう感じでね、撮影してたみたいですね。はい、こういうのもあります。これ印鑑。これは実際に行方をくらました鉄が旅支度をし、雪の中をさまようシーンです。ちょっと借りて見てみようかな。はい、こうなんですね。あとはこういうのもあります。こうですね。はい、カラフト、なんて読むんだろう、読めないや。なんとか、えはずえれんエレン製材所というのかな。はい、はい、こんなのもありますね。これはね、販売してる分ですね。素晴らしいね。はい、まあこんなのもありますね。はい、こういう感じでね。これは何、史実に基づいてんのかな。史実というか実際にあった話なのかな。この吉永小百合とかのは、ちょっとその辺はわからないですけどね。はい、こういうのもあります。で、撮影に実際使われた台本とかね。はい、吉永小百合が秀次郎と再会後、2人で思い出を巡る旅に出るシーンで着用した衣装です。はい、ということでね、北の桜森パークにも行ってみました。まあ、吉永小百合さんのね、映画2大、ね、2大映画みたいですね。はい、まあ、ちょっと私見たことないんでね、借りてビデオでも借りて見てみようかなと思います。はい、今ね、猿払の方に向かってるんですけど、これ途中なんですけど、これ白鳥がめっちゃいっぱいいるんですよね。これ多分白鳥だと思います。すっごいね、さっきちょっと羽を伸ばしてね、飛んでるところがすごい白鳥っぽかったんでね。はい、これもいいですね。今日はね、まあ、あいにくの天気で、サハリンの方は見えないんですけどね。まあ、その分、この鳥たちが出迎えてくれてるという感じですね。はい、今ね、宗谷岬に、来ましたが、まあ、ここから先ね、江差へ行くという道ですね。まあ、ここを、まあ、この間、火曜日に来ましたので、まあ、ガソリンスタンドもそうなんですけどね、ここをまっすぐ行きたいと思います。まあ、この先に、まあ、猿払とか江差とか行けるんですね。まあ、ひとまず私行ったことないのでね、はい、ちょっと行ってみたいと思います。
はい、これねまだ稚内なんですけど、まあ、宗谷岬を今度は南下していってるところですね。これは結構綺麗な地形になってるなと思いますね。なかなか見応えのある風景だと思います。はい、ですね、ここからですね稚内を越えて猿払村にやってきました。ようこそ猿払村へ。まあ私もねこっち側来たことないんでねちょっと楽しみですね。はい、とは言いつつ何もありませんね。じゃあちょっとね走らせてみたいと思います。はい、お昼ご飯はですね道の駅この猿払のここですね、猿払の、まあ、このホテルとかねあるんですけどね、この道の駅でですね猿払公園でこのホタテとそしてつぶくしをね、まあ、外で食べようということで贅沢ですね。それからまあこれの他にねこの中にね、まあ、フランクとかねあとはアメリカンドッグとか買いましたね。この辺をねお昼ご飯にしたいと思います。はい、ここでですねソフトクリーム買いました。妻はですねこのコケモモソフトそのままですね全部で、私はミックスとね、両方の入った分ですねコケモモとね、ではいただきたいと思います。はい、やっぱりねソフトクリームはうまいですね。たまらんね。うん、おいしい。コケモモだけの味どんな？あ、これコケモモだけのも美味しいね。うん、美味しいですね。いやー、まあなかなかね景色が雄大で猿払何もありません。景色が雄大で何もありませんっていうところいいよね。でも猿払なんか牛乳とかバターが美味しいみたいですね。あとホタテですね。はあ、めちゃめちゃうまかったですねさっきね。はい、はい、猿払丸ごと缶、こう猿払牛乳を鈴鹿に置いておくとクリームが浮いてくるよ。あ、クリーム浮いてくるんだ、すごいな。コーヒーに入れるとクリーミーで濃厚な味わいにお試しあれ。寒冷な気候と広大な猿払村は酪農が盛ん、猿払牛乳は村内外にファンが多いよというふうに書かれていますね。はい、春は流氷が去ってから水揚げされる毛ガニは絶品。これね、あの猿払でね、なんか毛ガニ祭りかなんかやってるんですよね。はい、そして秋になると鮭の水揚げが始まります。中でも脂の乗ったメジカは高級品、北海道では鮭のことを秋味と呼ぶんだ。ゴロンとした貝柱の刺身を、刺身やフライにバター焼き、どうぞ召し上がれ。水揚げ日本一のホタテ、オホーツクの海で育った天然物のホタテは大ぶりです。貝柱は歯ごたえは二重丸。お土産には冷凍貝柱の玉類というかな、いや貝柱、ソフト貝柱も美味しいよと。なかなかこの絵が可愛いですね。はい、こういう感じでね、お店に貼ってると絵を貼ってるって感じですね。はい、ホタテですね、実際に自分で焼くということができるんですね。これね、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、周りの水分がふつふつに煮立ってきたらトングを使ってひっくり返してください。あ、その時にお好みでサルスバターをかけます。はい、何度かひっくり返しまして、柱の部分が白くなって周りが縮こまってきたら食べ頃です。はい、まずは一口食べてみてください。周りの水分とこちらのサルスバターに塩分がすごい含まれておりますので、一口食べてみて、もし味が薄いなと思ったらこちらの醤油を1滴2滴ほどでいいかと思いますので。はい、貝殻を持ち上げるときとても熱いので気をつけてください。あ、はい、もしよければなんですけども、あの貝殻を冷めたときに残った汁とでも美味しいので。あ、そうですか。はい、もしわからないことがありましたら見てください。は
い、ありがとうございます。いやー、ということですね。じゃあグツグツ沸くのをね、待ってみたいと思います。さあ、ちょっとね、グツグツ言うてきましたね。はい、うわー、超美味しそうやな。はい、美味しそうですね。はい、ひっくり返しましたね。グツグツ言うてきたらね、何度かひっくり返してという形言われましたので、いや、美味しそうですね。いい匂いしてきました。はい、ではね、バターを乗せちゃいます。バターをね、よいしょ、おっと、はい、ではね、バターをね、ちょっとね、乗せるので、はい、ちょっと取れない。はい、ではバターをね、乗せたいと思いますね。おっと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 、あち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 、こうこうですね。おっとっと、お、落ちる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 、よし、こんな感じで上にうまいこと乗らないですよね。こっちはね、うまいことね、妻が乗せましたけど、まあ私はね、ちょっと手が悪いんでね、うまくあの物をね、掴んだり、このトングも使えませんのでね、私ね、はい、こういう感じでちょっとバターをね、乗せました。超美味しそうですね。はい、はい、これね、バターがね、トロ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 溶けてるところがね、あるんですよね。これ見えますかね、この奥、ね、ここ、バターね、下にね、あ、溶けてますよね。ちょっとぼやけちゃった。ほら、これ下にね、溶けていってるんですよね。いやー、これいいですね、ここ、こんな感じですね。はい、もう私のはもうバターほとんど溶けちゃいましたね。はい、ではちょっと私のはね、出来上がったので、こちらね、吸出してちょっとね、いただきたいと思います。いやー、やばいな、めっちゃうまそうやな。はい、ではいただきます。まず一口ね、これどんな感じか。あ、めっちゃうまい。うん、はい、超うまそう。うん、うまい。あ、めっちゃうまい。うん、これ醤油をね、ちょっと、ほんのちょっとね、こんな感じでね、まあ、ほとんど醤油いらないですけどね。うん、はい、醤油以上ですね。はい、この貝柱なんか特にね、美味しくて、この溶けたバターが、これがまたね、いいんですよ。絶妙なね、味で。うん、あ、めっちゃうまい。たまらないですね、これね。うん、いやー、これはうまかったですね。でね、この汁も最後クイッ、あちあちあち、まあ、あのね、冷えたらね、ここね、あの、持ってね、汁も飲めるということでね、これもいただきたいと思います。はい、じゃあちょっと熱いんでね、こういう風に持ってね、いただきます。あ、すっごい、うん、めっちゃうまい。もううまいしか言ってないですけど、本当に美味しいんですよ。たまらん、これ。いや、めっちゃうまかったですね。はい、ごちそうさまでした。